知れた
大宮公園小動物園に行ってきました。新コーナーということなんですが、初回からですね、このバッテリーを忘れるっていうね、てっきり小動物園っていうから小動物いっぱいいるのかと思ったんだけど、公園の中にある動物園なので小動物園だからね、30分もあったらだいたい全部見れる。公園と隣接して大宮氷川神社があるので、参拝した後に散歩コースとして行かれるとベスト。一応売店もありますので、そちらで休憩されるのもいいかと思います。中にはアルコール販売もあるのでね、電車で行かれると飲めます。はい、次回ですね、事前予約して行こうと思っている場所があるので、そちらをご紹介と思います。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上、T ひろき大宮公園小動物園に行くでした。